マネージャー？どうしてこんな時間に？いえ、ちょっと眠れなくて。マネージャーこそ。ああ、俺も寝つけなくてな。でもそれ、眠気覚ましの栄養剤ですよね。ああ、いや、これは、昼のことだけど、デートなんか本当にしてないんだ。あれはメイの冗談で。そんなの、わかってます。あの後、なぎさに言われました。自分たちが知らないものに、もう少し目を向けてみようって。じゃないと、成長できないって。私、どうしても自分のわからないものを拒否してしまうところがあるから。それで、マネージャーは何してたんです？お姉ちゃんのデビューステージ、ですよね。あ、もしかして、琴乃も。はい。お姉ちゃん、どんな気持ちだったんだろうって。琴乃も見ていたのか？マナのデビューライブ。私は、後で。その頃は、お姉ちゃんを芸能界に取られるみたいで、反対していましたから。アイドルになるの、どうしても見に来てほしいって言われて。最後は直接部屋で頭まで下げられて。私、なんて。行かなかったんだろう。言葉は続かず、わずかに鼻をすする音が聞こえる。実はみんなのデビューライブ、ここでやろうと思っている。え？みんなのスタートは、ここがいいと思って。私、あなたがマネージャーでよかったのかもって最近思ってます。最初、あんな嫌なことばかり言ってすみませんでした。気にしなくていいよ。琴乃の気持ちを考えればもっともなことばかりだったし。そこまで言った時、大きく視界が歪んだ。世界がぐるりと回転する。いや、違う。これ、俺が倒れたんだ。そう思うと同時に、俺は意識を失っていた。私は急いで寮に電話して、みんなに助けを求めて、マネージャーを病院まで運んだ。診断によると、単なる過労らしい。栄養をとってぐっすり寝れば治るという。三枝さんによると、マネージャーは最近あまり休んでいなかったらしい。私はそのことをみんなに伝えて、練習は予定通り行うことを提案した。そうね。私たちがここにいたら、目を覚ました時にきっと怒るわね。でも、練習メニューはあった。マネージャーのパソコンの中に。私たちのために睡眠時間を削ってデビューの準備をしてくれていたのだ。入った早々こんなことになるなんて、縁起の悪い。そう？むしろみんなの思い出になると思うけどな。それにしてもマネージャーのくせに本当に心配かけてばかりですわね。でも私はこの人がマネージャーでよかったな。私も別に嫌とは言ってませんわ。では皆さん、練習に行きましょう。さくら。琴乃ちゃん、実は相談したいことがあるの。ああ、やっぱりか。多分さくらも同じことを考えているのだ。私も多分同じ相談だと思う。マネージャーのことでしょ。私の問いに桜は大きくうなずいた。